さあそれでは続きやっていきましょう。パーツをねバラバラにしたよ。結構大変だった。色分けしてめちゃめちゃ大変だった。パーツめちゃ重いなこれっていう感じでしたね。まあ、ということで今度合わせ目消しですね。まあ合わせ目消しするのはとりあえずこの1個のパーツだけだと思うんですけれど、まあどうやってやるかというところをねお見せしたらお見せできしようかなと。まあね毎度見てくださってる方に、ああはいはい合わせ目消しね、ナベさんやり方知ってるよって言ってね、前のカップで見たしみたいな感じだと思うんですけれどね、お付き合いください。まあね、とりあえずこのブーストの部分のね頭のところだけが合わせ目消し、やっぱり一番かっこよくこうね出っ張ってきてこうポツンポツンじゃないね、ドーンと置いてあるねこの部分をやっぱりこう合わせ目消ししないと、ね、せっかくのアスラーダがよし。でこんな感じでここでペタッとやりますよって何の説明もしてねえじゃないかみたいな感じではあるんですけれど、まあ、片方にね塗るだけで結構です。何をだねちょっと待ってね、何を塗ったんだよ見てねえしみたいな、俺カブ見てねえしって、でこんな感じでシュッて、でこれで合わせ目消しができました。できるまだできてない、こんな感じでニュッとつけて、でこれ何塗ったかと、まず一つ目こちらじゃじゃーん、イージーサンディング、イージーサンディングですね。ここにこうやって書いてるイージーサンディングっつって、でそこに今ね片方だけこう塗って、結構ねとろみがあるやつなんで漏れるんすよ、ビチャーっとこうさ垂れていく感じね、ゼリー状でもないんだけどね。でこんな感じで塗れたら、まあここねしっかりこうこっちからこっちまで、ただねこっちあんまりやりすぎるとここにね赤いパーツがこうカチッとくっつくんでね、ちょっと処理が後が大変になっちゃうんで、まあいい加減なところでやめておいた方がいいと思います。でちょっとこれ足りなかったなと思ったら、まあ直接こうピッて塗ってね、これ大丈夫かなここ、もうちょっと盛りたいところなんだけどな、まあそう思ったらここにねもうちょっとこうちょピチッとこうつけておけば、まあそれで十分消えるんでね。でこの後ペーパーでこするんですけど、今回ついに、前回は硬化促進剤がなかったんで買っちゃったよ、じゃーん、これだー、すげえよこれ、大容量 220mg、 結構ねこれガイアのやつなんだけど安い、素晴らしい。でこれをね使ってみましょうかね。まあ今回初めてちなみに使うんですわ。でこれどうも頭変えれるのかな、頭変えれるっぽいんでね、頭切る、これをえいってやって、これ自分の方向けたらくせーってなるとねいけないんで、ほんでまあこのままこうシュッとつけたいんだけど、何が起こるかわからないの、初めて使うからね、どれほどの勢いで出るのかとかもねあんまりよく分かってない。まあティッシュでも拭いて、あ拭いてじゃない置いて、でいくよ、どんなもんかな、臭いかな、よしできた、すっげえびちゃびちゃ似てるな、お何これ、これさこう書いてあるんだよここに、ですね、まあ瞬、あこっちでね皆さん見てもらうように、瞬間接着剤専用硬化促進剤と、ガイアのツークイックハードスプレー、なんとここに素晴らしい言葉が、低周期タイプ3つ、何が3つ、低周期タイプということで、まあ匂いがねあんまりしませんよと。これすごい、マジでしない、しないじゃない、少ない。あのさ、いつも使ってるウェーブの硬化促進スプレーあるじゃん、あのちっちゃいこんぐらいのやつの大きさのやつ、あれってさね、よく見てくださった方ねご存知かと思うんですけど、もうめちゃくさいんですよね、あの防虫剤の匂いがして、防虫剤をこの机の上でプシュンなんてやった時にはまあまあ臭いわ。でこれ今もうね、あくっついちゃった、これねプラスチックを若干溶けるからね、こうやってずっと持ってない方がいいんだよね、今みたいにこうパッと離した方がいい、そうこうやってちょっとつけるから、これは後でまたペーパーでこう、あペーパーじゃなくて爪で落ちたね、いい加減なやつ、よし。でそうするともうこれで固まりますよと、硬化促進なんでね、瞬間接着剤でもありますんで、タミヤ瞬間接着剤イージーサンディング、まあイージーサンディングなんで綺麗にこうね落ちやすいよと、普通の接着剤、瞬間接着剤よりも、でまあ瞬間接着剤的効果もあるので、なんだこれでシュッとやって固めると、今なんか話がずれたぞ、うん、でまあとなんか話がずれてよくわからんくなってきた、
まあそんな感じで、いつもだとねものすごく臭くなっちゃうのに、今回このねガイアのこれを使うとものすごく匂いが少ないですよと。いつもだとこうもうこの状態でさ、ね鍋ね、いつも自分がこううわくっさとか言って言ってさ、もううわーとか言って言って言ってるのにもかかわらず、今回このねガイアの低周期っていうね、まあ匂いが抑えられてるやつを使うと、もうこんなにね、うん、全然じゃないけど一瞬匂うだけで済むぐらい素晴らしい、かなり素晴らしい。でその上じゃあ効果はどうかというと、もうこう見ての通りもう全然こう触っても大丈夫、つかない。まあ芯まで乾いてるかっていう心配はあるけれどね、うん、素晴らしい、これは素晴らしい、ガイアさんブラボー、素晴らしい。ついにこんないいもの、何がいいってね、しかもこれ安いんだよ、これ安いって。まあそんなね目が飛び出るほど安くはないけど、なんていうの、量がやっぱり220入ってて、他のメーカーでもこういう大きいタイプのやつ出してるんだけれど220も入ってないんだよね。だからね、要はさ単純計算ね、この 220ml 入っとって、まあね、じゃあ 10ml でいくらかみたいな計算すると、確かこっちの方が安かった気がする。素晴らしい。確かね同じ値段ぐらいでこっちの方が220入ってるって感じじゃなかったかな。いいね、こんだけたくさんあると安心して使えるね。なんかあのさ、ウェーブのあのちっちゃいやつだとさ、なんかいつなくなるかいつなくなるかで、あーなくなったーみたいな感じになるからね。それが今なくなる。別に宣伝してるわけじゃないし、ただなべさんこんなの見つけましたね、皆さんにお知らせでした。よいしょ、ということで、はい、できました。見ての通りね、ここもねなんかビチャーってなってなくて、今のねシュッてかけるぐらいだと揮発性もものすごくよく、もうサラサラしてますね。一瞬でサラサラになる、できたよ。で今度これをねペーパーでこここすっていくって感じかな。裏面もシュッてやった方が良かったのかな。まあいっか、裏面は。でペーパーでこれをこすっていく、そうすると綺麗になるよって言って、どうだろう、もうちょっとでも乾燥させたいな。いくらね表面はこう固まってもいいとは思うんだけど、中までまだ固まってない気がするんだよね。そう思うとそんなに急ぐ必要はないかなと思います。あとついでに言っておこうかなと思うのは、今回ねパーティングラインがね意外とそんなにこうなんだろう、ないことはないんだけどあんまりないっていう感じで、でもちゃんと取った方がいいなと思うのはこのねパーツ2つ。これは一体どこのパーツかっていうとね、フロントのライトがここにつくところだね。うん。フロントの部分です。この下にタイヤが来て、みたいな。だけど、ここにね、パーティングラインが結構あったりするんで、この辺はしっかり取っておいた方がいいと思います。なので、これをさ、今から、サフ吹くんですよ。で、缶サフでシャシャっとやっちゃうんで、ついでにこいつもね、やろうかなと思います。なんで、こいつ白なんで、ちょっと黒でできればシュシュッとこうね、軽くやりたいところなんだけど、こいつ黒でやっても別に問題ないか。いいな、よし、そうしよう。とりあえず黒のね、缶サフでもいいんでシャシャッとこう軽く、こちらですね。で、シャシャッと吹いてみましょう。よいしょっと、どうだろう、どうしようかな、どうしようか。結構時間余っちゃったりするか。まあでも今8分か。ほんで後で磨くシーンもね一気に撮っちゃった方がいいような気もするんで、とりあえずこの3つ3点、ちょっと観察でさっと黒を拭いていきます。ということで一旦カメラ止めます。さあそれでは続きをやっていきましょう。今度はじゃないね、続きですね。ここサフを拭いてね、乾いたんで撮っていきましょう。行くぜ。いいと、まあ今回ねこちらコバックの800番、視聴者さんからいただいたねやつです。かなり愛用してますね。あ、何だった今、間違った。視聴者さんからコメントが来ましたよって言って、今携帯が、携帯って言っちゃうからね、もう携帯って言ったらもうなんかもう時代遅れの人も思われそうだね。スマホが鳴りました。なんかもう携帯って呼ぶ癖がついちゃってるんだよね。まあね、なんか普通にバッとね携帯っていうと携帯するものって感じだから、まあ間違っちゃいないような気もするけど、携帯ってスマホですね、スマートフォン。やっぱ水つけた方が削れていいな、目が詰まりやすいんだよね。
でも結構このコバックはいいんだよね。マジで助かってます。ゴシゴシゴシと。もう随分ペーパーを買わなくても済むぐらいいただいちゃった、ね、よし。今この縦方向ばっかり削ってるんだけど、最後仕上げはねちょっとこう縦横斜めとあの方向変えてやるのもやった方が多分このね縦筋ばっかりやると、あ縦ばっかりやると縦筋ばっかついちゃうと思うんだよね。だからちょっとその辺は気をつけた方がいいかもしれない。ほら取れた、綺麗になったね。 OK よ。テレレテンつって、あ、メールが来た。誰か分かんない、こんな夜中に。ちなみに今2時7分はい、寝ろよっちゅう話だよね。ガシャ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 、ちょっとこれ、ね、縦横斜めと、まあ横、まあ横はいいかな、この斜めにちょっと削ってみたってね。そうするとこう、あれですよ、ペーパーの筋が消えるんでね。まあこう今あんまり力入れずにゴシゴシやって、あの力を入れずにゴシゴシやってる感じかな。よし、できた。これで綺麗に取れたかな。ちょっと歯ブラシ、歯ブラシ、歯ブラシ、合わせ目消し。まあ筋はねちょっとこう残ってはしまう、筋のこの跡だけは残ってしまうんですけれど、ここからペーパーをサフを拭いていけば OK ですよ、ね、今ちょっとここね最後ちょっと持ったところ、気になるところをちょっとこうね落としてあげて。やっぱイージーサンディングっていうね名前の通り、やっぱりこう取りやすいんだよね、すごくすぐ綺麗になってくる。 OK。形を整えよう、ついでに一体感を見せるためにね。するといいんじゃない、いいじゃない。でまあもしここがねのところにまでね、角の部分までねはみ出してしまったっていう風になった時には、ちょっとカッターでカリカリカリってやってあげましょう。ちょっとやってみようか。なんかここの合いが少し悪い感じ、まあ、この時にね結構こう無理してやるような感じにはなってしまうんで、指を切らないようにね気をつけましょうね。ここになんか膨らみやね、ボコッとしたものがあると、今度ここにはめるパーツが具合悪くなっちゃうんでね、ちょっとこうカッターでその膨らみを、まあ膨らみというかね、ボンドのね瞬着のところを取ってあげるという感じかな。じゃじゃーん、できた、綺麗になったよ、完璧とつい。で次で今度これですね、ここにパーティングラインがあるよという感じだったので、こいつを取ってあげましょう。こうやってね黒く振ったから、ここが綺麗にそのパーティングラインがね取れたか取れてないかねよくわかるんだよね。これなめらかボディにしてあげましょう。よいしょ。段がすごいここにあるんだよね、しっかりと筋が。ガシガシと取って、どんどん取ってあげる。OK かな。よし、段が取れた。でせっかくねこう黒をねこうやってもう軽く塗ってあげたんでね、ちょっとこう1枚
取ってあげましょう。まあ取っても取らなくてもいいんだけどね。まあついでにかな。やばい、ペーパーが全然削れなくなった。やっぱ水研ぎしてないからかな。どこにやったっけ、貼ってた。あった、800番。なんかせっかくでどうでもいい話したいんだけどな、思い出せないな。ちょっと最近忙しくて、なんか頭の中がパニックを起こしちゃった。パニックっていうほどのもんじゃないけど、まあ、ちょっと忙しくてね、なんかあんまりなんか情報収集をしてないんだよな。やりたいと思っちゃうな。まあいいんだけど、まあこんなもんでいいか別に。でこっち側もねやってあげないとね。ここの部分なんかどうでもいい話じゃなかったかな。どうでもいい話はなかったかな。マジで思い浮かばない。やべ、マジで思い浮かばないんだけど。そういえばね、3D プリンターの勉強したよ、すごく。3D プリンター自体は別にもう問題なく作れるようになったんだけど、使えるようになったんだけど、CAD がね、問題 CAD じゃないですか、あれって 3D CAD をね、うまく描いて、やっぱり絵が描けて、好きな形のものが出せるようになるっていう風にね、ならないと意味がないんで、それで、勉強をかなりして使えるようになった。 CAD って意外と簡単なんだと思った。まあね、CAD の使い方にもねよるけどね、そのなんだろう、直感でやってたわけじゃないから、ちゃんとね本を読んでしっかりそうね順番通り、こういう機能があってああいう機能があってみたいなさ。まあだけどそれのうちのね、やっぱり自分が書きたいものっていうのはやっぱりだから多分そう難しいものをね作るわけじゃないから。だけどまだね思い切り自由に作ってるわけじゃないんで、でも思いのほかあできるもんだなと思ってね。やっぱ人間あれだね下心がないとさ覚えれないね。やっぱりこれがさまあ、仕事とかになればねまた別のお話ではあるんだけれど、趣味でって言ってたってさ、ちょっと興味本位でぐらいだったらなかなか覚えれないけど、まあもうめんどくさい、もういいわみたいな風になるんだけどさ、やっぱりその結構その下心っていうか、そのねなんか目的が楽しい目的があるとやっぱり全然覚えが違いますわ。でも勉強ばっかり逆にしてたからさ、 3D プリンター全然動かしてなくてさ、最初はねやっぱりそうなんかこうサンプルを作って、あと簡単な絵が描けるようになったらとりあえずそのねプリンターとして物として残しといてみたいなこととかね、まああと結構こうねダウンロードとしてのね素材が落ちてたりするからそれで作ったりとかね、
して遊んではいるんだけど、まあ、でもやっぱり結局はそんなもんよりも、ね、自分が欲しいものはやっぱり形としにしなきゃと思って頑張ったというか、まあ、今勉強中よし、まあ、こんなもんでいいでしょう。ちょっと1枚ね、めくれれば全然問題ないぐらいだから。よし、ということでですね、全然もうなんかいい話も何もできなくて申し訳なかったんですけれども、こんな感じで終わっちゃったな。汚れたよ、これ。よし、なんか汚れたぞマットを大事にする人よし。でね、こう歯ブラシとか使って極細柔らか、極細固めちゃったね。で、こう中のね、ゴミをこうしっかり取ってあげて、特にこうへこんだところにはね、ゴミが溜まりやすいからね、歯ブラシでこうやってやってやると綺麗になるよと。よし、で、これで OK だ。だから次はね、カラーリングに合わせて色を塗っていこうというところでございます。なんでそれもね、ちゃんと撮影していきます。とりあえずはこれで OK だと思います。いいかな。よし、まあ今回時間どうだ。あんまり経ってねえな。まあでもいい、しょうがねえか。あんまりずるずる引っ張るのもいけないんで、ちょっとアップでお見せしましょうか。こんな感じ。ちょっとこう残ってるでしょ、 このピーとこね。これだけどサフで拭いちゃえば綺麗になりますよと。こんな感じで、さっきのこのぼっちも取ってね、こっちも綺麗にある程度やって、こんな感じです。で、こうちょっとね、斜めにもこう削ったりとかしたんで、こうちょっとこうあやめな感じがね、少し出てるけど、こんな感じ。イージーサンディングです。これね、マジでおすすめです。別にね、普通の瞬間接着剤とか、あとまあ普通に流し込みじゃないけど、白いセメントタミヤのあれでやっても全然問題ないんだけどね。だけどそっちの方が時間かかるし、普通の瞬間接着剤であればそれはそれで硬くてね、今度なかなか落ちないっていうことがあるんですけど、やっぱりイージーサンディングではちょっと若干脆いところがあるのかな。うまく切削性がいいというかところなんで、うまく いきました。まあ、という感じでですね、皆さんもやってみるといいと思います。今回ね、特にこのアスラーダの場合ですと、ここの1箇所だけなんでね、とりあえずこれで OK です。よし、では今日はこの辺にして一旦止めさせてもらいます。